お。あ、え、ちょっと大丈夫ですか？ What？ おじいさん、大丈夫ですか？やばい。Wait。 え、一体何が起きたの？え、何？暗くてよく見えない。とりあえず明かりをつけよう。よし、電気はつく。これで周りが見えるな。なるほど。あ、外から鍵がかかって開けられないけど、何か届いてる。花畑の絵の古い写真。部屋の中で撮られたものみたい。古い写真の切れ端。一体何が起こったの？部屋を確かめなくちゃ。なんか変わったところはあるかな。なんか、わっ、いつの間にこんなところにドアが。赤い傘の絵が描いてある。何何何。え、なるほど、赤い傘の絵か。ちょっと謎解き要素が。え、なんか絵が描いてあった。人物の輪郭ももうわからない。あ、ちょっと鳥肌が立った。あ、お皿割れてる。ん？ソーザーの下になんか変な記号が書かれてあるみたい。斜め上左右、斜め左下右。なんだ、なんかでも後で使うんだろうな。あ、絵が、really? 何これ私が描いたの？構図はさっきの写真と全く同じみたいだけれど、なんかね、あれだったよね。どっかに絵が、近い絵があった気がしたの。なんかこれに似た絵を見たよ。構図があった気がしたけど、あーでもわかんない。わ、J って書いてある。は、左右が逆の J。 でも何か足りないみたい。え、何か足りない。とりあえず一個一個なんかこう解けそうな謎を解いていくしかないのかな。あれ、テープがなくなってる。というか上上左下なんてこんな黄色い記号なかったと思うけど。上上左下、え、なんだ。あ、あ、ここにも、あ、ここにも、あ、待って、あ、上上左下、え、え、難しくん、何これ、こうつなぐの、え、ないんだと。あ、点をでもつながないといけないってことだよね。上上左、上上左下、あ、でも左下だからこうってことかな。合ってる。で、多分トースターのとこにもあったよね。あ、ここにもあるじゃん。プリンターは下右上左ね。プリンターが、え、でもこっから下ってないもんね。あ、こっからなのか。下上、あ、下右下左。ちょっと待って、下手くそすぎる。まずこれがこうなんか、ん、あ、なんか点増やしちゃった。点増やしちゃった。馴染むのやめてもらっていいかな。ちょっと待って、もう一回見てみよう。下、下右上左、下右上左、下右下右上、下、あ、でこう、み、下右上上左、あ、こうだ。あ、なんか、なるほど、数字みたいになってない？で、で、で、ソーザーのとこにもあったから、それをちょっと、これを、左上右左下右ね。オッケーオッケー。左上右左下右、左
左上右左下右ね、左上右左下右、左上右左左下右、あ、8、数字だねやっぱり。あとはちょっとトースターのとこも見に行きましょう。トースターのところに行きたいよね。おお、あ、右上下下、オッケー、右上下下ね、右上下下、右上下下、右上下下、おい、16184桁の番号、はっ、これじゃない。わ、あれ嘘でしょ、パスワードが思い出せない、どこにメモしたんだっけ。16189、ナイス、あ、ナイス、入れた。何かのプリントの確認ダイアログ、なんだろう、印刷してみよう。なんか出てきた。お、あ、なんだ、キャンバスの一部と私のお気に入りのラジオの絵が映ってる。これはこうか。おー、なんか、あ、この色なんだね、なるほどね。他のとこの多分謎解きも進めていかないといけないってことだよね。あ、ん？あ、これは違うか、いつものことだね。これに色が塗れるのかな。これだよね。とりあえず色を塗れるところだけ塗っていっちゃう。ここ青だったよね。ここは青で、あとどこだったっけ。あ、なるほど、左下のここも青、ここね、山ね、山は青で描くっていうね、さすが画家さんのセンス。よしよしよし、でここ多分赤だよね。うっす、うっす、うわ、塗るの難しい。 OK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 、 あとは黄色が四角いところと、あとその左下ね。まず四角を塗って、でここだよね多分。よし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 、あと緑も塗れるね。緑が右上の森みたいなとこと、黄色の下か。ピンクが持ってないもんね、まだ絵の具。よし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 、とここ、こうか。今塗れる色は多分これだけだよね、まだ。うん、これだけだ。だからこの状態でここを一旦閉じて、ピンクの絵の具欲しいよね。これって何なんだろう、何か足りないみたい。でも何もこう押せたりしないんだよね。だからまだ何かアイテム的なものがいるのかもしれない。ここは絵が塗り替えられてる。やっぱ絵の雰囲気全然違ったもの。これなんだろう、これは違うんだ、家具か。ここはなんだろう、いつの間にこんなところにドアが赤い。え、何なんだろう。OPL、 あの女性の名前って何だったっけ。あの女性のお名前を入れたら開くとかじゃないかな。気になるぞ。ちょっとスケッチブックを覗いてみよう。こっち、あ、アンバー、アンバーじゃない、アンバー、アンバーじゃない、アンバー、あんばー、あ、あ、開いた、アンバー、あの女の人の名前だ。なんか不気味、怖いよちょっと。
わ、What? ここ何？ここにある絵って…怖い、なんか急に何このホラーゲーム的な要素出てくる。わ、猫ちゃんの絵だ。猫の絵だ。二人に馴染みのあるあの猫。あ、黄色だったよね、確かこの辺。やばい、ここだったっけ。あ、ここか。わかんない、ここは違う、こうでもないよね、なんか変だもんって、めっちゃちばる。どっか猫ちゃんのイラストが、あ、あった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 、右、左腕と尻尾の先だ。ここか。ここ、ここと、お、それっぽいかも。あとここだよね、多分。塗るの難しい。まだダメか。よし。OK、OK。あ、出てきた。アンバーのメモ、赤。あの雨の日の偶然に感謝。意気投合できる友達ができてすごく嬉しい。今度一緒に写真行こうね。いやー、やっぱ二人とも絵を描くってことなんよね。二人は雨宿りの時に偶然会った。これヒントになる？アンバーっていうサインとぼやけた赤い図形。赤い図形、白に茶色いまだらのブチ模様。二人の最初の出会いのきっかけになったあの猫だ。二人の出会いのきっかけになった猫、これもあの女の人が描いたものなのかな。これはひまわりの絵だ。ん？あ、ひまわりの、なくない？あれが。お、うん、ここだと思う。あとは、え？描けるとこある？私にできることある？背景青で塗るとか違うかな。あ、ちょっとちゃんと日記を見よう。あ、どこか違うところある。あ、ここに葉っぱがいる、もしかしてここら辺に。それっぽい気がするけど、なんか違う。葉っぱの形描くの難しいよ。ダメか。もうちょっと絵を、ちょっと暴れてる暴れてる、筆が。あー、描けた描けた、いい感じ。やばい、やっちゃった。え、他に足りないところってあったっけ。足りてるよね多分。あ、ここだ。ここも、あ、いいよいいよいいよ、いい調子ですよ。葉っぱっぽいんじゃない。ダメ、認めてもらえない、認めてもらえない。こうでもないよね、なんか変だもん。ごめんなさい。ごめんなさいね。ここを塗る。こうでもないよね、なんか変だもん。来るよこれは絶対。う、頑張れ。あ、いいよいいよいいよ、いい。葉っぱっぽい形してる。これね、コントローラーで描くの本当に難しい。出てきました。やっと完成。インスピレーションはあの場所から。それから君の意見を聞きたいことがあるんだけど、今度うち来れる？アンバー。アンバーのメモ、黄色。アンバーが J に当てたメモ、黄色の部分はぼやけちゃってる。完成した絵ってどれのことなんだろう。え、彼女の絵だったんだ、あの見慣れたひまわりの絵。本当に何のことなんだろう。あ、傘だね。これはもうね、任せてくださいよ。あ、あ、あ、よし、受け入れてもらえた。なんかこう男性の方の傘が黄色っていうのもいいよね。
すごい太陽と同じ色にすることによってなんか男性も太陽みたいなさ、こう意味合いを持たせてるのかなっていう、太陽みたいな存在っていう。あー、なんか出てきた、青だ。君の猫が無事でよかった。まさかあの距離を飛べるとは。でも君と知り合えて嬉しい。え、飛んだよねこの前。アンバー、アンバーの目も青、彼女がジェイに当てた目も、それと青い丸の付け、二人はご近所さんだったのかな。この前のエピソードじゃん。二人の距離をぐっと近づけた通り雨、このまま時が止まればいいのになんて思ったりしたのかな。あれ、うちじゃん。これってうちのキッチンだよね。見慣れたこの感じ、なんか色塗るとこあるっけ。黄色だったっけこれ。あれ、ん、確かなんかあったキッチンのヒント。キッチンは見に行かないといけないかな。まあ自分家なんだから見に行きなよって感じだよねそりゃ。へえ、うん、ダメだ、また後でにしよう。ちょっと一回見に行こう、キッチン。あ、こっちか。なんか怖いんだけど、ちょっとドキドキする。なんか出てくるんじゃないかって。やっぱ白なんだよ、ほら。あ、白、だからわかんないんだよね、何色塗ったらいいのかっていうのが。まあ、とりあえず他に何か見れるところがないか見てみよう。あ、いいのくなってないか、最初からなかったもんね。これは高いところにかけられたラジオの絵。特にできることはないってことね。この絵さ、どうしたらいいんだろう。あ、ここに何かない、もしかしてこういうこと。あ、ここではない。え、ちょっと待って、そういう視点なかったからもう一回見てきていい。なんかここな気がするわ、この右端になんか埋めるの、埋める気がするから、ちょっとこれを見てみないとね。なんだ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 、いやー、あ、え、何もない。あ、ん、緑、でもここ空っぽだもんね。え、ああ、どうしよう、何もないね。とりあえず出よう。そこのない井戸みたいにどこまでも続く天井と壁にかけられた無数の絵、怖いね、ちょっと鳥肌立ってきたもん。怖いよ。え、ここもなんか何かを置いてあったかのような光がね、気になるよね。これはさっき見つけたメモのサインにも図形があったな、あれを試してみよう。あ、あ、これだ、三角が黄色、青が丸ね。三角、三角、三角、あ、これか、赤か。じゃあ上の色が分かんないよね、ここの色が。これはなんだ、これは違うんだ。あ、はん、それぞれのメモに違う色の図形を書いておいたんだ。この両側のアパートにいる人は物語に出てくる二人かな。なんかこの主人公とおじいちゃんみたいな感じになっちゃうけどね。あ、白の絵の具、白、純潔の象徴、曇りのない完璧な色。いやー、白好きだな。あ、キッチンの素敵、キッチン、あ、これね、なるほど、この戸棚には見覚えがないの。いや、ないね、確かに。じゃあこれでもう完成に近づけるんじゃない。とりあえずこれを
お、白い絵の具ね、出して。ごめんね、こんな真っ暗な中でさ描かせちゃってね。かわいい、このクリーム色の白かわいい。あ、塗った判定にされ、あ、赤ですよね。お皿は濡れるのかな。これって濡れてる？あ、ダメなんだ。あ、卵を塗らないといけない？あ、塗らなくていいのかな、もしかして。いやでもなんか塗ってって感じの色してるけどな、お皿とか特に。ちょっととりあえず壁のところを描こっか。下が黄色、緑の大きい四角に黄色と白ね。描くの難しそう。こうってことね。線だけはうまい。まっすぐな線だけは得意。あ、え、違う？めっちゃうまかったけど。おお。で、下が黄色だよね。おお、そう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 。で、白。行き過ぎたかな。あ、行けた行けた。卵とか塗らなくてよかったんだ。私の記憶とはちょっと違うキッチンの風景、もう一回うちのキッチンも確かめてみた方がいいかな。じゃあ見に行ってみようか。絵があるのかな、あの戸棚ができてるのかな、もしかして。ダラン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 、あったー。はん、隠し部屋にあった箱と同じデザインの仕掛けだ。ということは左柄の絵柄はもしかして、え、あ、ここに傘があったよね、確か。傘があって、ここって何かあったっけ。いや、ちょっと待って、覚えてないな。一回見に行くか。ちょっと左側の絵のところまでは気をつけて見れてなかったから。この絵の、え、でも何もなくない？ここ、やっぱり何もないよ。ちょっともう一回チャレンジしてみよう。じゃらん、黄色、赤、青でしょ。え、これは、あ、傘にしたらいいの？違うみたい。え、何なんだろう。猫ちゃん？ここ黄色じゃないんだ。いや、ここは多分傘だと思うんだよね。傘で、あ、メモの挿絵と図形はそれぞれのエピソードを示してたってことか。あれからあの二人どうなったんだろう。なんだ、え、似てない？やっぱり私だ。私がJの猫を抱いてる写真。そうだよね、見慣れた風景にいつもと違うレイアウト。え、 What？ この写真に写ってるのは私？待って、ラジオ、さっき高いところにかかってたあの絵？古い写真、写真に写ってるのは私だけど、どうしてこんな写真が？え、じゃあとりあえずあのラジオの写真のとこ行ってみる。窓が外から塞がれてるみたい。ベニヤ板しか見えない。外にもう行けなくなっちゃってるんだよね。あ、この絵のラジオはどうやら私のみたい。じゃあちょっとテープを書こっか。四角だけはうまい。あ、よし。ラジオもさっきのキッチンみたいに何か変わるのかな。見に行ってみた方がいいかも。なんか変わってるかもね。どういうこと？アンバーはこの主人公の女性なの？あ、白いテープだ。私がいつも聴いてるのとは違う。何の曲なんだろう。じゃあかけてみる。
あれ？こっち。あ、次のエピソードに移った。あ、なんかキラキラしてるよ。鳥肌が。すごい。中に入ったね。あそこで絵を描いてるのは私？なんか記憶をたどってるの？これは。あれ？すごく親しかった人。あれからどれくらいの時間が経ったんだろう。なんか記憶失っちゃったとか。この曲、それからこの景色。ああ。窓の向こう、もしかして私の覚えてるあの場所？何何何？ここがコーヒー屋さん？二人で会ったって言ってた。私はよくここで作業してて、このカフェで彼とばったり会って、だんだん約束してなくてもここでよく会うようになった。一緒に雨宿りしたこの店が、それからいつも会う場所になった。それと二人だけが知ってる秘密の暗号も。あ、これ暗号だったんだ。なるほどね。1918だけど9が反対になって6になってんな。この白いテープは私の一番好きな曲が入ってたのに、どうして忘れていたんだろう。やっぱりなんか記憶がなくなっちゃってたってこと？あの外の景色覚えてる。うわあ、綺麗。ここも二人で行った場所なのかな。うわあ、すっごい綺麗だね。なんか本当に心が穏やかになる。彼と一緒に写生したこの景色が私の一番好きな場所になった。めっちゃ綺麗だもんここ。行ってみたいよ、こんな綺麗な場所。ピクニックしてたのかな。そう、ここだ。ここでの時間のすべてが私の書き表したい瞬間になった。あ、これか。これが最後、そして一番大事な絵の具。なんか感動。あったね、紫の絵の具。鳥肌が止まらないんだけど。紫の絵の具、紫、これは私の色。これで絵が完成するのか。最後のあの絵、私まだ完成させてなかったんだっけ。よし、これを塗っていこう。この筆でもう一度自分で刻みつけよう。私のものをもう二度と忘れてしまわないように。やっぱりあの女の人、アンバーは私ってことなの？すごすぎる。彼と一緒の時間を過ごせて、一緒に創作ができて本当に楽しかった。何？なんかでもさ、向かいのおじいちゃんが J なんだとしたら、ちょっと年齢差を感じちゃうんだけど、そんなことない？同じ趣味の友達がいるって本当に素敵だったな。どういうことだ？ここもかな？お、
ここはもう描いたでしょ。あ、ごめんごめん。あと白だよね。白白白で絵の具を塗っていく。それから私たちどうしたんだっけ。いやー、めっちゃ気になる。それが本当に気になる。ここも白かな、うん、どういうことなんだろう。はあ、鳥肌が止まらない。本当にすごい。思い出した、あの日。それからあの曲、ニューヨークへ立つ前に作品を見てもらいたくて彼を部屋に呼んだんだ。コンコンコンって言ったよね今。あれ、いつもドアを開けて彼の顔が見えるとどうしてもこらえきれなくなってつい笑みがこぼれた。いつも通りお互いの作品について話し合って、私たちの夢について語り合って。私受かったんだ。おめでとう。筆がある。一番お気に入りの筆って書いてあった。はあ、J ではジャックだったの。おー、それでこれかな。やっぱり J の文字があった。ここだよね、気になるのは。これは左右が逆の J。 あ、ってことはジャックの名前を書くってこと。アルファベットを書けるかな。かあ、でも、あ、おー、よかったよかった。ジャックだから C だよね。 C。 おー、頑張れ頑張れ。おー、うまくいったんじゃない。え、うまくいった。ここを認めてもらえるかっていうのが。あ、ここはもう書いた。あ、ごめんごめん、ここはもう書いた。こっち、もうちょっとこっちってください。こうしてこうして、あ、この字じゃない。え、こうしてさっと書かなきゃ、もしかして。で、こ、あ、難しい。ちょっと待って、ジャック K だよね。ちょっと待って、マジで秒数制限難しいんですけど。こ、え、この字じゃない。え、ジャックと K だよね。こう書いて、じゃあこう、こう、あ、こうなんだ、書き方がね。いや、難しい判定。この字だ。窓の外の景色と音が急に変わったみたい。え、なんか明るくなった。あ、え、ジャックの個展みたいな。ひまわりの絵もある。はあ、なんだろう。あー、いろんな人が見に来てくれてね。おー、個展を無事に開けたよっていうことかな。緑のピアスだ。え、あれ、ジャックって書いてる。よし、今日も全力で書くぞ。一番綺麗な景色をね。そうでしょ、ジャック。あ、ジャックが描いた絵。え、素敵すぎる。アンバーの絵。
ちょっとずっと鳥肌が最後はもう立ちっぱなしで、ジャックは結局まあちょっとこう亡くなっちゃったり、いなくなっちゃったり、会えなくなっちゃったりしたのかなって思うんだけど、でもアンバーの方がニューヨークの個展に受かったっていうね、おめでとうだったんだよね。あ、そこでじゃあもう会えなくなっちゃったってことかな、もしかしたら。今の流れだとそういう感じだったのかなって思いますね。いやー、素敵すぎた。なんかやっぱりこう謎解きの一番最後でジャックっていう文字、それをこう絵の中から描くような描写があったりとかして、やっぱりこう私が操作してる女性はあくまでも絵の中のアンバーだったんだなと思います。だからなんかこう最後おばあちゃんの姿になったアンバーが実際にジャックが描いた自分の絵を見て、やっぱりそういう部分が伝わってきたのかなって、なんかこうあの頃の自分に会えたような気持ちにも慣れたのかなって思いました。ジャックが描いてくれたっていう嬉しさももちろんあったと思うけど、その頃の自分がいるっていう、そこにもすごいこう感動したのかなっていう感じに思いましたね。でもそれは多分ジャックがアンバーだったり、まあ、こう絵を描くこと自体にすごく愛をたくさん注いで作り上げた作品だからこそ、ずっとずっと絵の中でも生き続けるよっていう、そういうことなのかなって気はしますね。なんかすごい心の綺麗な物語だったなって思うのと同時に、やっぱアニメーションとこの光のなんかこう表現だったりとか世界観が本当に個人的にはめちゃくちゃ好きでしたね。あとはこう流れてくる BGM だったりとか、朝ごはん食べる感じとか、いやーめっちゃ良かったな。なんかこうね、ゲームではなかなか感じることができない映画を本当に見てるような感覚に陥りましたね。本当に素敵なゲームでした。皆さんありがとうございました。